震えたりとかするじゃん、うん、私ね友達が、まあ、リーグ戦なんだけど、まあ、ダーツ始めてまだ多分2、3ヶ月ぐらいで出てて、うんうん、かわいいな、その、いや、男の子なんだけどその子見て、あーと思ったのが始まって、まあ、初めての試合みたいなもんでリーグ、うん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 、震えてんのよ。で、多分私とかは多分それまで震えてんのを見られるのが恥ずかしいから投げちゃう、うん、止まれないのよ、こう後ろから見られたら嫌だなとかで投げちゃう。でもその子ね、ずーっと震えてんだけど狙って、うん、したら3ラウンド目ぐらいにはその震えが止まったの。はぁ、だなんだろう、向き合っちゃったから多分その緊張と。でも多分向き合わなかった私はずーっと緊張してんだよね、うん、終わるまで、うん、でもその子は向き合ったから3ラウンド、0ワンで3ラウンド目ぐらいにはピタッて止まってた。あー面白いね。でもなんだろう、一生懸命狙ってんだよこんなんなりながら、うん、あ大事だなと思って、うん、受け入れるっていうか、うん、自分は緊張してるんだ、うん、それでも狙うぞ、うん、みたいな、うん、気持ちが多分その震えを止めたのかなと思って、うん、私もそのだから緊張してる時とかも自分は緊張してるって、うん、でもしっかり後悔ないように狙おうってそれから思い出したのかな、うんうん早くなることあるよね、緊張すると投げるのが、うんうん、止まれないリズムがね、そのいるね、構えて、そういるね、構えてプレッシャーを感じるのが嫌だから早くパッて投げちゃうね。で、ジオ君とかたまに垂れちゃうもんねだってまずマッチョのさ開幕戦めちゃめちゃそれじゃない。開幕戦、そうそう、ショー君でしょ、夏美翔君とあのブルは完全に投げちゃったよね逃げてた、そのプレッシャーから逃げたくて投げたんだ、うんうん、あれはらしくないなっていう感じ。84の子をもう自分の中でブル全然合ってたんだよね、うん、それまでバッチバチ入ってて、うん、そうそう全然勝ちゲームほとんど、そう外れてない最後の90で俺に先に回ってきた84の子、俺高校だったんだけど先行高校ひっくり返して最後に、うん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 、で84の子回ってきて今日はブルで合ってるから、うん、もう17、17ブルで勝負しようと思って、うん、決めて打ってるのに17の1本目がなんか変な風に、でもシングル入ってそのまま行けって思ってまた変な風に17シングルピッて入ってもうダメって投げたら全然ビュッとかどっかのドソッと垂れたもんね、下にピョンって垂れて惜しいとかじゃなかったもんね、うん、何もうダメって投げもうダメなんかもう投げちゃって止まってないよね、そう止まれない後ろ見た人はみんな絶対無理無理無理ってやめとけってこうなるぐらい声かけたくなるぐらいのなんだろうリズムだった、ちょっと待てばみたいな。でもそう急にそのラウンドで来ちゃうんだ。そう急に来る。だから俺、開幕戦だしね。自分でもあるんだよね。なんかこう勝ちを意識すると硬くなるみたいな、緊張し始めるっていう。